神官家康の選択小牧長久手大絶賛発売中鈴木喜一郎作家ラジオ。今日のテーマは専業作家でいたことのメリット。今日は印税稼いで30年から、だいぶちょっとそこからずれるけども、そこからちょっとそういえば社長さんやってたよねっていう、その話を少し、会社を経営していて長いこと兼業作家をやってたんですけど、割とそこら辺の話ってすることがなかったので、今回はその話。僕が経営していたのは株式会社鈴木小手製作所と言います。昭和元年、祖父、僕の父方のおじいさんが左官小手の鍛冶屋を始めて、鍛冶屋ね、トンテンカンテンでやるやつで、うちの親父の時に株式会社の組織にしたということです。僕が28歳の時に台東っていうテレビゲームの会社を辞めて、一旦骨休めのために岐阜に帰ってきた。で、長く勤めるつもりはなかったんだけなくて、次の仕事を見つけるための腰掛けのつもりで、腰掛けのつもりでね、で帰ったんだけど、仕事ちょっと手伝ってたってとこだったんだけど、岐阜に戻ってすぐにオール読み物推理小説新人賞で、これは後にそのオール読み物時代新人賞、オール読み物新人賞に統一されて、それから今はオール時代歴史時代新人賞になったのかな。その最終に残って、そこで本腰を入れて、最終に残ったんだったら、じゃあ本腰入れてデビュー目指そうやっていうことに決めて、で、自営業なので、かなり時間の融通が効くもんですから、そのまま残ったということです。左官屋さんって言っても、左官屋さん向けの小手って言っても分かんないよね。まず左官さんを知らないことがほとんどなので、あの当時建物の壁っていうのは荒壁って言って、近所の田んぼから泥を運んでそれを塗りつけて作ってた。でこれ荒壁っていうんだけど、その壁を作る職人が左官で、今はそういう荒壁を作ることってほとんどないので、左官屋さんの仕事というと、外壁の工事をやったり、塗るものですね、基礎工事だとか土間の仕上げだとかっていうことをやることが多いんだけれども、左官仕事って湿式、つまり水で材料を溶かしてそれが乾くのを待つということなので、工事の建築の工程の中で、その左官業務、左官工法って時間かかるんですよ。だから全体の中で左官仕事をどれだけ減らすかによってコストが決まってくる。建築というのはその日にちによってその費用が決まってくるので、
まあその関係で左官仕事というのは年々下がってくると、こういう風でした。で、まあこの会社結局廃業したんですけどね、そう、多い時で5人ぐらい職人を抱えてたんですけども、まあこういう時代の要請から言って多分もうどんどん左官さんって減っていくだろうなっていうことは分かっていたので、定年で辞めた場合にはもうそのまま人を補充せず、でバブルの真っ最中でみんなが景気がいい時代ではあったんだけど、銀行から融資を受けてもこれ返せないよね。構造的に本業の仕事の方がどんどん本来業務の左官さんそのものがこう構造的に減っていく、一時的なものではなくて構造的に減っていく状態だったので、多分これ銀行から金借りてもまあ難しいよねっていうことだったので、自己資金でなんとか済ませていって、で自分でもね土と鋼を持ってトンテンカンテンやったりとかしてたんです。でまあコストカットいろいろやっていったんだけれども、税理士さんと話をしてて、これ以上だともう赤字がかさむばっかりですよっていうことで、この売上がもう下がる一方だったのでね、でまあ経費も絞れるところまで絞ったので、んでじゃあこれ会社畳もうね、とりあえず今は負債がないのでマイナスがないうちに会社を畳めばとりあえず住むとこは確保できるからっていうことで、3年かけてね会社を畳みました。これが平成26年僕が54歳の時だね。なんとか黒字決算で終えられたので、この時の創業、これで創業88年。まあ僕の代で看板を下ろすのもなんだかなとは思いましたけど、ただ一番意外だったのは、絶対小説家の方が先廃業するよねと思ってたんだけど、まさか小手屋の方を先に廃業するとは思わなかったっていうことです。しかし54歳、今これ印税稼いで30年を見ながらこの話をしてるけれど、もう専業になって8年になるのかねえ、7年か。だいたいこの社長さんとの小説家の兼業生活ってなかなか大変でした。社長さんの仕事、月に10日間セールスに回る。これはルートセールスでね、すでに開拓されたお得意さんを回って注文を取ってくる。10日間は工場で車間工程を作る。で、それから10日間は執筆と。いう風です。で、ルートセールス、愛知、岐阜、三重、滋賀県内を車で走ると。この4県をだいたい車で走り回っていくので、月に2000キロぐらい走ってましたね。で、こう、ルートセールスなので、注文の有無にかかわらず回るということです。だから28、いや、
ああそうだな、28で戻ってきて54で、28で会社に入って、社長いつになった、だったかな、ちょっと忘れたけれど、それから26年、31でデビューしたので、23年間か兼業作家やってましたね。で、大変だなと我ながらよくやったなと思いつつも、このもう二十何年も兼業続けてきたのっていうのは、まあもちろんメリットが大きいからです。やっぱりね、小説家の仕事はある日突然全ての仕事がパタッと止まる。どうしても締め切りは仕事がなくなる前提で、連載の仕事っていうのは仕事がなくなる前提でこう進められていくので、ある日突然全ての仕事が止まるっていう、そういうことがあります。固定さんの仕事って収入は低いんだけど、固定収入として入る、固定でこれだけ入るっていうことが分かれば気分的にかなり安定するのでね。で、やっぱりその一番大きなメリットっていうのは、製造業の会社の経営をやってると、社会的な信用ってね、小説家よりもはるかに大きいんだよ。社長やってた時に小説家の同業者の巨匠ね、偉い人、まあほら仕事古いやって長いことやってるとさ、偉い人からものお付き合いってあるのよ。でその人から電話がかかってきてさ、マンションの出物があったので買おうと思ってるんだけど、喜一郎保証人になってくんないっていう、そういう電話がかかってきました。で普通はこういう保証人って断るんだけど、でこの人はその当時、今はねもう小説家って常識人がみんな本当にびっくりするぐらい常識のある人ばっかりなんだったけど、その何十年か前っていうのは結構微妙な人が多かったんだけど、この人は非常に常識的な、常識のある人だったし、あとまあものすごい売れっ子だったので、まあなんか焦げ付かしたらこの人の印税を抑えればいいかなっていうことだったんで、まあそう踏んで OK 出したんだけれど、その同業者の巨匠が言うには、そこで基地をちょっと頼みにあるんだが、保証人にするとき小説家じゃなくて法廷屋の社長の方で頼む。小説家っていうと保証人の審査が通らないんだっていう、まあそういうことでしたね。今だと小説家専業だとアパート借りるの大変なんじゃないかな、ね、え、で兼業作家でやったことのデメリットっていうのは、一番大きなのはデメリットというか不愉快な思いをするのは、兼業をやると必ず小説で食べられないから兼業なんですかって必ず言ってくる人が必ず言われるっていうことは結構ありましたね。で、まあ兼業でやるんだったら、そうだね、うちの講座の OB で言えば、桃野雑把君はゲームのシナリオライターだし、五木優君はあれだな、ウェブのエンジニア
をやってるので、どちらも自営でやっておられる。やっぱ自営業だと時間の融通が効くからね。そうそう、あの知り合いの作家さんでいうと上田秀人さんは歯医者さんだったね。歯医者さんは医者は医者でもやはり予約が効いて、その休館がないからね。そうすると自分でその仕事を選べるっていう、まあそういうふうに時間の融通の効く兼業がいいかなっていうことはあります。ライターと兼業は僕はあんまり小説、あのうちの講座の受講生に関して言うと、ライターと兼業すると小説書かなくなるよっていうことはよく言いますね。意外と、まあこれは余談なんだけど、著述にはね、ライターの経験があるからじゃあ小説家に回ろうっていう人っていうのは結構な割合でっていうかさ、そういう人って必ず続かなくなっちゃうよね。こう、うん、やっぱりほら小説の新人賞の応募って一斉にもならないんだけど、執筆経験がないとさ、この自分がどのぐらい無駄働きしてるかってあまり具体的に思い浮かばないんだけど、著述業の経験があると、ライターの経験があると自分がいくらぐらい無駄働きをして、もしこれで原稿を書いてたらいくらになるだろうかって計算できちゃうので、そうするとやっぱりすぐにやめちゃうよねっていうことはあります。書くことの技術としてはまあ悪くないんだけど、まあそこら辺が難しいかな。で、意外と小説とそれ以外のライターの仕事、そうね、やっぱシナリオライター、 脚本家とその特に脚本家から小説に回る人って結構いらっしゃるんだけど、あれってこう技術的な問題じゃないね。脚本家ってものすごくリテールが多いので、その無駄書きを気にしないからっていう、まあそういう側面があるんだ。ああ、話がずれたな。もうこんな結構長いこと話をしてる。まあ今日はそんなような具合です。兼業作家でいたことのメリット、まあそんなような話です。この番組へのお便り、ご質問を募集しています。Google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集しています。リモート対応で世界中どこにでも受講できます。江戸川乱歩賞や横溝正史賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションに SoundCloud、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Amazon Audible などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで、鈴木喜一郎作家ラジオ、今日はそんなところで、ではではでは。